僕が下がってしまったら。サーパン、バイス、お前、てめえ裏切る気か。こんなことしやがって。バカ野郎、人質ってのはもっと有効に使うもんだよ。おう、さーてデニム、今度はお前の番だ。バイス、姉さんはどこだ。姉さんを離せ。返してやるさ、俺との決着がついたらな。本気か、バイス。僕たちは。やかましい。ごたくは十分だ。さあかかってこいよ、一騎打ちだぜ。僕らが戦わなきゃいけないんだ。どうしてお前だけがチヤホヤされるんだ。ガキの時からそうだった。お前はいつもみんなから可愛がられ、俺はいつものけものにされてきた。その違いは何だと思う。みんな親父のせいだ、そう思わないか。お前の親父は神父だが、俺の親父はただの飲んだくれだった。最低の野郎だったぜ。死んだ時は本当に清々した。だけどなんで俺が嫌われるんだ。それが理由か。俺とお前にどんな違いがあるって言うんだ。それは君の思い過ごしだよ。僕らは親友だったじゃないか。僕らは親友だったんだ。なのに一体どうして。お前が勝手にそう思っていただけだ。俺はお前が大嫌いなんだ。知らなかったのか。俺はお前が羨ましかった。みんなから好かれ、人のいい親父と美人で優しい姉貴。姉さんは君のことを僕と同じ弟だと思っているよ。嘘だ。お前は知らないんだ。全く何も気づいてない。価値は違う。彼女が見ているのはお前だけだ。俺なんかどうでもいいと思ってる。わからないのか。カチュアはお前の親父ですら嫌っていたんだ。カチュアが信用しているのはお前だけ。カチュアが愛しているのはお前だけなんだ。やり直そう。もう一度親友に戻ろう。僕らは固い友情で結ばれていた。それは嘘じゃない。ふざけるな。お前は裏切り者だ。そんなお前と友情なんて真っ平ごめんだ。今の俺には仲間がいる。工作だって、レオナールだって俺を当てにしてくれている。違う、利用されているだけだ。価値がなくなれば殺されるだけだぞ。わかるだろう。それが仲間ってもんさ。
俺はお前みたいなガキじゃねえ。ガキのおままごととは違うんだよ。利用しているのは俺の方さ。仲間にしてやってるんだ、俺が。二人ともやめるんだ。レオナール、なぜ止める？今がどういう状況か分かっているのか。頭を冷やせ、バイス。こいつを殺せって言い出したのはあんたたちじゃないか。それを今さら。いいから私の話を聞け。デニム君も聞いてくれ。ライムが陥落した。バクラム軍がここへやってくるぞ。そんな、ランスロットさんはそんなバカなことって。聖騎士殿がどうなったかは分からん。討ち死にしたのか、逃げ切れたのか、確認できていないのだ。とにかくこれ以上同胞同士で争っている場合ではない。単刀直入に言おう。デニム君、公爵殿下に従うのだ。これまでのことは水に流そう。戦うべき相手は他にいる。そんなバカな、
俺は認めん。認めんぞ。いい加減にしろバイス。私の言うことが聞けないのか。デニム君、君の理想は何だ。いや、私は分かっている。差別のない、貧困のない、皆が幸せに暮らせる世界を築く、君のその意志を私は理解している。だが理屈では人は動かない。どんなに崇高な理想も実現しなければただの夢幻だ。夢で終わっていいのか。父親の仇を討つんじゃなかったのか。な、もう一度手を組もう。それが我々にとっても民にとっても一番良い選択だ。それは絶対にできない。あなたもバクラムも同じだ。現実に追われ夢を失った敗北者、それがあなたたちだ。努力もしないで理想を実現できるものか。なら君はどうするんだ。君なら理想的な世界を築けるとでも。僕はそんなに傲慢じゃない。ただ納得したいだけだ。自分の生き方に。人が現実のためだけに生きているなんて僕には信じられない。だからこそ確かめたい。人は一切れのパンのために他人を殺す。自分の幸せを至上の優先として戦うんだ。だから人が人である限り争いがこの世界から消えてなくなることはない。我々の役目はそうした人々を管理し秩序ある世界へ導くこと。彼らはそうした指導者を望んでいるのだ。僕にはわからない。あなたの言葉を信用することができない。一体何を信じればいいんだ。僕は何のために戦っている。あなたは何のために。わかった、もういい。君に時間を与えよう。納得がいくまであがくがいい。さあデニム君、行け。カチュアを連れてこの城を離れるんだ。レオナール、どういうつもりだ。このまま行かせるだと。さあ行け。自分の目で世の中を確かめてこい。君の求めるものはここにはない。どこを探したって見つかるはずがない。それを確かめてくるんだ。希望を失った時またここへ戻ってくるがいい。私は君を待っている。さあ行け。グズグズするな。僕は決して絶望しない。自分に負けたりはしない。待て、デニム。放っておけ。自分で納得しない限り意味がない。生かしておくと後悔することになる。それでもいいのか。その時は私が騎士の名誉にかけて彼を討ち取ろう。やつをやるのはこの俺だ。僕は現実を知らない。ただの子供なのだろうか。ライム制圧から4週間。バクラム軍はライムを占拠したものの、聖騎士ランスロットらとの戦闘によって多大な被害を受けていた。一方、公爵は抵抗派のゲリラ活動や
反ウォルスタを掲げる枢機卿派の鎮圧に手間取り、体制の立て直しを必要としていた。そのため公爵は時間を稼ぐべく、和平工作のための密使を暗黒騎士団に派遣した。公爵の要請を断ったデニムは地下に潜り、公爵打倒の機会を伺っていた。憤懣やる方ない公爵はデニム追悼の命を発し、さらに反逆者として賞金を上乗せした。身辺に危険を感じたデニムは港町アシュトンを離れることを決意する。いい加減にしろ、バルバス。勝手に動いたのは事実ではないか。どのような理由があったにしろ、総長の命令なしに行動することは固く禁じられていたはずだ。しかも再三にわたり帰還命令を無視するとは何事ぞ。今日まで出頭せんとは。全くだぜ、意固地になりやがって。反省しろよ、反省を。お前もだ、マルティン。ある口を慎め、この調子者め。仕方なかったのだ。摂政殿の願いとあらば、断ることもできまいよ。嘘をつくな。モウン殿が我らの主ではないのだぞ。貴公は、ゼノビアの騎士がライムにいることを知り、戦いたくなった。そうであろう。もうよい、バールゼフォン。済んでしまったことだ。お帰りなさいませ。おお、オズマラも一緒か。ウォルスタ軍の動きはどうだ。公爵より使者が参っております。よし、通せ。解放軍の使者に中へ入ってもらえ。おやおや、腹黒い騎士様たちが大勢でお出迎えとはね。そのぶしつけな態度、使者とは思えんな。そうカッカするなよ。血圧が上がるぜ、おっさん。怒ってるのはこっちも同じさ。大国の騎士ともあろうお方が約束を破るんだからな。ふん、公爵殿はご立腹というわけか。それで我々にどうしろと。手をついて謝ってもらおう。なんてことは言わねえよ。こっちとしてはそちらの意思を知りたいだけだ。このままアルモリカを攻めると言ったら。状況はさらに泥沼化し、多くの民の血が流されるだろうな。そしてそれを演出したあんたたちは本国のお偉いさんや諸外国から失笑を買うってわけだ。小僧、黙って聞いておればいい気になりおって。我々が中立の立場であることは変わらないし、今後もそのつもりだ。ライムではあんたたち暗黒騎士が戦闘を切って戦いに参加したと聞いたぜ。我々にも手違いというものはある。どこにでも暴走する輩はいるものだ。それが本当であることを証明してもらいたい。証明だと？何が望みかね。こちらから提案がある。まあ聞いてくれ。
別に公爵の手伝いをするわけじゃないよ、姉さん。そうかしら。コリタニ城を占拠した枢機卿派を倒すことで得するのは公爵じゃない。いい加減にしろよ、お前たち。喧嘩ばかりしやがって。おお、怖っ。そんな目で睨むなよ、カチュア。まったく、どうしたっていうの。まるでダダッコみたいよ。ダダをこねているのは姉さんの方じゃないか。僕はこれまでウォルスタのことだけを考えて戦ってきた。でもそれは間違いだったんだ。ウォルスタとガルガスタンの争いなんて結局公爵と枢機卿の間での権力争いでしかない。虐げられているのは僕らだけじゃない。力を持たない者は皆苦しんでいる。民族なんて関係ないんだ。苦しんでいる人々がすぐそばにいるんだよ、姉さん。僕はそうした人々のために戦いたいんだ。なのに姉さんはすぐに逃げることだけを考える。自分のことしか考えられないのかい。それはあなたの方でしょ。私のことなんてこれっぽっちも考えてくれないのね。姉さん。放っておけよ。今何を言っても無駄さ。出てきやがれ、デニム・パウエル。どこに隠れてやがれ。人気者だな、デニム。おお、怖っ。冗談だよ、そんなに怒るなって。おい待ってくれよ。デニムか。ずいぶん探したぜ。お前の首はこのガノン様がいただいた。自分の間抜けさを恨むんだな。
Yeah.
んの手に負えねえわけだ。うわ